魔改造は、対象を非常に大きく作り変えること、元の意味や用途と大きく逸脱した形に改造することを意味する俗語である。フィギュアやガレージキットでは主に、市販の美少女美女フィギュアの衣服を削り取り、裸もしくはそれに近いエロチックな状態に改造することを指す。魔改造の語源は、漫画、プラモ、京志郎の劇中、薩摩模型同人会に所属する。 南号海山が使った飛行機のプラモが変形、合体してロボットになる改造から取られたものであり、もともとはフィギュア用語ではなくプラモデル用語で標準的な性能、ルールやマナーを逸脱した行為というニュアンスが含まれることから流用されていった。フィギュアを裸にする改造は当初ゴマ改造とも呼ばれ、プラモ教師郎における魔改造とは区別されていた。 2001年時点では性的、エロティックな改造を意味する言葉として、イン改造も使われていたが、2チャンネルの魔改造スレッドによって、魔改造が言葉として定着し、イン改造は使われなくなった。魔改造はシンナーなどで衣服に当たる部分の塗装を剥がす程度の改造からフルスクラッチに近い改造まで多岐にわたる。レジンキャスト製フィギュアに、 ヤスリアパテで改造を施す場合と、PVC 製フィギュアから溶剤を使って塗装を剥がす場合に大別される。また、逆に衣服を着せる改造を施すこともある。これは、仮面ライダー兜の劇中用語を流用し、プットオンと呼ぶことがある。なお、範囲後のキャストオフも脱衣の別名として流用されることがあるが、こちらは、改造に頼らず、 元々の製品状態で衣服を脱がすことが可能な場合において主に使用される。魔改造の歴史は古く、1980年代に機動戦士ガンダムやうるせえ奴らやミンキーモモといった美少女をモチーフとしたフィギュアが販売されるようになったのと同時期に発生したと考えられる。まず模型雑誌や ファンロード市場の投稿コーナーでガンダムのキャラクターフィギュアをベースに他のアニメ作品のキャラクターに似た衣類への変更などの改造が施される中でフラウボウやセーラマスを水着姿に改造するという記事が他のガンプラの改造記事と共に掲載され始めた。やがてフィギュアモデルが増えていき中でもうるせえ奴らのラムなどはもともとビキニ姿であるため 発売の時点で、雑誌、宇宙船ウェスシャツの記事において、ヌードのフィギュアが君の手元になどと書かれていた。その後、小中学生向けのプラモ改造入門書の中には、その改造例として、ビキニにヤスリをかけて裸にしちゃおう、といった記事を載せているものも存在した。魔改造は完全に個人の趣味の範疇にあり、それを公の場で公開。 販売するといった動きは見られなかった。これはフィギュアを販売したメーカーや、原型紙が改造に不快感を示すことがあるため、一種のマナーとして、こうの場での公開を控える傾向があったためである。2001年前後に、魔改造を施したフィギュアが、ヤフーオークションに出品され、高値で落札されたために、モデラーに注目された。 インターネットオークションなどを利用した改造フィギュアの販売は著作権の侵害にあたり処罰の対象となり得るが個人間の取引として黙認されているのが現状である。しかし2011年に仮面ライダー W のフィギュアをフルスクラッチで制作し投影の許諾を受けないままネットオークションで販売した玩ング店経営者が著作権法違反で逮捕された例がある。同じ頃、 にチャンネル模型版のヤフーオークションスレッドから魔改造専門のスレッドが派生し活動が活発化するこのスレッドの常連だったコテファン、ラ族がスレッドの常連らの後押しで魔改造を専門に取り扱った HP を作成その中でコンスタントに作品を発表する一方魔改造勝負や魔改造コンペを開催するなど魔改造シーンの盛況に一役買っていった 特にメディアワークス館フィギュアマニアックス誌に掲載されている魔改造への招待では著作権者の許可を取った上でフィギュアに魔改造を施している。その後2007年3月25日放送の中井正宏のブラックバラエティでは著作権者の許可を取った上公共の電波で魔改造の模様が放送された。それにより打族のウェブサイト ラ族電毛空間にアクセスが集中し、一時ダウンする事態となっている。また電撃ホビーマガジン2007年6月号において、女性型ロボットを人間の裸体をモチーフにした状態に改造する行為が魔改造に含まれることが、ラ族によって雑誌媒体で公言され、同単語が意味する範囲が大きく広がることとなった。なお、ガレージキットメーカーが、 次々と PVC 製完成品へと主流商品を変更していくのに伴い、レジンキャストキットの改造例が徐々に減少し、PVC 製完成品を改造する例が急激に増加する傾向にある。さらには、PVC 製完成品の商品自体に最初から脱衣状態で商品化したものやコスチュームが脱着できる。 キャストオフと呼ばれるものも多く発売されるようになっている。魔改造はガレージキットフィギュアの歴史の暗部ではあるが、メーカーの発展を遂げた原動力となっていたことは否定できないとする意見もある。その認知度が高まるにつれ、魔改造しやすいように作りましたと公言するメーカーや、魔改造は認めていないものの衣服を別パーツで製作し、 本体に接着してから販売するメーカーが現れた。例えばスカートを履いたフィギュアの場合、下半身の構造が複雑になってしまい方を作りにくいことから、上半身、下半身、スカートの3パーツに分割して成形し、貼り合わせることは以前から行われていたが、これはあくまで製作工程上の都合によるものであった。しかし、 魔改造が認知されるにつれ衣装を取り外すことを念頭に置き一体成形したボディに別途作成した衣装を貼り合わせるという一種の奇世界人形のような構造の製品が登場するようになった。また魔改造が普及するにつれ違法コピーされたガレージキットを改造してインターネットオークションなどで販売する業者が激増してしまうという悪影響も及ぼしている。 スピンヤスリ芸人サンダー基本工作が服を削るという行為だったこともあり、スピンヤスリや芸人サンダーといった削るための自作工具に魔改造コミュニティが飛びつき業界に広まった。フィギュアにとどまらず何らかの物品に対して本質が変わってしまうほどの大幅な改造を施す行為を指して魔改造と呼ぶこともある。まあ改めは中国語圏で用いられるサブカル用語の 一つで、公式側ではなくあくまでファン側が用いる言葉。日本語における、魔改造が中国語圏に持ち込まれる際に、マーラ改めとなったもの。中国語における、ラ改めの原理は、既製品のフィギュアを個人的な思考のもとに改造する、ことを指す。主に改造の規模の小さいものをハックと呼ぶのに対し、規模の大きいものを、ラ改めと呼ぶ。現在は兵器に対する兵器娘。 戦艦ヤマトに対する宇宙戦艦ヤマトなど、主に概念の大改造を指して用いる。コンピューターゲームにおいては、日本版のソーシャルゲームを反対アザ版として、台湾企業がリリースする際、あるいは艦隊アザ版として、中国企業がリリースする際、日本版にはない強化改造や、機能追加、機体追加が施されることを、まぁ改めと呼ぶ。競技では、 京都アニメーションによるアニメ化に伴う改変をも指す展示で一部では、歌曲の翻訳や、替え歌、画像改変にもこの言葉を用いる場合がある。ありがとうございます。